私のおすすめスポットは代々木公園です。きっかけは友達ともう何もすることがなくて近くにいたので、じゃあ公園に行ってみようって思って行ったのがきっかけです。代々木公園の魅力はですね、いろんな、まあ、場所によって広い公園なので、森がすごく豊かなところがあったりとか、噴水があったりとか、ベンチがあったりとか、その日の気分でどの場所を使うか選べたり、まあ、混んでるところじゃないところで、なんかこう誰もいないところでゆっくりできるっていうのが、都会の中にあるオアシスみたいな感じでおすすめです。何もないところでどんな楽しみ方をするか、例えばお弁当を持って行ったりとか、あとバドミントンラケット持って行ったりとか、レジャーシート持って行ったりとか、どんな風にその何もない中で誰かとこう楽しめるかっていうところが、ポイントになるんじゃないかなと思うので、皆さんの好きなように楽しむのが公園のいいところだと思います。ぜひ行ってみてください。